お話しさせていただきたいと思います。それとは別に、本日はその WiiU の新作の開発の過程で生まれたちょっと興味深い画像がありますので、それをぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。ファンの皆さんにはこれが何の画像かもうお分かりのことと思いますが、これは今から10年前ゲームキューブのタイトルとして発売されたゼルダの伝説風のタクトの舞台となったタウラ島を WiiU で HD 画像化したものです。我々ゼルダチームは2011年の E3 で HD エクスペリエンスという WiiU のゼルダのデモを公開してから、さらにそのグラフィックを検討するために過去のシリーズタイトルをいくつか HD 化してみたのですが、タクトの場合は画質が良くなるという単純な変化ではなく、何か全く新しいものに生まれ変わったように感じました。本日この画像を皆さんにご覧いただいたのは、新作のゼルダを完成させるにはまだまだ時間がかかりそうなので、それが発売できるようになるまでの間に WiiU で生まれ変わった風のタクトを皆さんに遊んでいただけるようすることにしたというご報告をしたかったからなのです。 WiiU の風のタクト、新作同様楽しみにしていてください。